ビーチェススラフ・ノバークは、チェコの作曲家、音楽教師。ビテツラフ・ノバークなどとも表記される。カメニツェナとリポー出身。プラハ音楽院に進み、ヨセフスクに一年遅れて、ドボルザークのマスタークラスに学ぶ。1909年から1920年まで、ノバーク自身も、母校プラハ音楽院で教鞭をとり、この活動に作曲以上に没頭した。その後は、 マスタークラスを模様し、没するまで多少作曲を続けた。1949年、スクテ中にて高い。1945年には、人民芸術家の称号を贈られている。ノバークは、アール・シュトラウスやドビュッシーなどの20世紀初頭の、新しい音楽にも多少は影響されているが、スメたナを、崇拝し、終生にわたって、高キロマン派音楽様式にとどまった。 ノバークの作品は、1890年に自ら、収集、研究した、モラビアやスロバキアの民族音楽に区分、影響されている。多くの公共詩や、還元楽組曲が含まれ、中でも、タトラさんにて、永久なる憧れ、トマンと森の聖、組曲、パン、スロバツコ組曲、南ボヘミア組曲が有名である。他にカンタータ、嵐と、 死の花嫁やオペラも数曲ある。秋の公共曲と5月の公共曲は合唱付き作品でオラトリオに近いと言われる。室内楽や気楽曲にも見るべき作品は多く3つの弦楽四重奏曲のほかバイオリン・ソナタ二単調、ピアノ50奏曲異単調、ピアノ30奏曲、バラード風二と単調、ピアノ・ソナタ、英雄。 ピアノ曲、シューマンの主題による変奏曲などがある。オルガン曲や合唱曲も残している。作風はスラブ的なものもあれば、近代フランス印象主義の技法を用いたものもあり、一見多様ではあるが、いずれもその堅固な構成が作品に統一感をもたらしている。この点、死のドボルザークよりも、むしろ、 死の恩人であるブラームスに似た傾向を示しているとも言えるだろう。ありがとうございます。